げに空を見上げていた。限りなく広がる果てに、自由を求める鳥の群れが鳴いてた。失った笑顔の数だけ、決して裏切ることはできないんだと。何度もそう心で呟いた。たとえどんなに傷ついても、どれだけ傷つくことになっても、誰にも僕は止められない。わずかな光を見つければいい。皆さんこんにちは、アザラシマニアです。モンスターハンターワールドですね。ヤケクソハンターライフどうですかね。プレステ4版ではね、有料大型ダウンロードコンテンツのアイスボーンですかね、発売日決定しましたけど、まあ PC 版はねいつになることやら。どうしようかな、 PS4 でも買おうかな、そっちの方先に。それでね、こっちのね、今のね、この今私のこの PC 版ですね、これやっとね、まあ、上位のクエスト、まだクリアはしてないんですけど、今上位の方に来ましてね、今の3体の古竜ですか、クシャ、テオ、あとバルハザクかを、倒すとこまで来てます。やっとね、装備もね、これやっとね、まあ、そこそこね、もうね、まあ、ガンランスだったらね、これで、まあ、あればね、これがあればね、まあ、クリアまではもう、このままでいいでしょうっていう、装備がやっと揃ったんでね。
まあね、別にこれあの全然あのね、このまあね、テンプレの装備に近いですけどね、これね、どれでしたっけ、これ見んの、これ装備一覧、あ、これ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 ね、こんな感じ。武器はね、このロイヤルバーストね、レア77のガンランスね、これがね、まあ最もね、あのレア77のガンランスのね、一番最短で作れるガンランスですね、これ。まあちょっとね、この色はね、これテクスチャーはこれモッドで書いてますけど、で、竜王の石眼、眼筋メール、眼筋アームで、バゼルコイル、眼筋グリーブ、まあ、眼筋シリーズは3つでね、このガード強化を、シリーズスキルで発動させてますね。で、弱点特攻がついてて、あとこれ耳栓ね、これ耳栓がまだこれね、5世紀まだこれレベル3ですけど、これあ、まだレベル2ですね、これレベル2で、でバゼルコイルの、腰で今のとこ、まあ耳栓がレベル4で、ゆくゆくはここを3にしたくてですね、ちょっとまだね、材料が揃ってないんでね、ちょっとまだこれレベル3にいけないんですけど、うん、なんとかこれでね、クリアまで、持っていきたいと思います。これがあればね、もう十分ですよね、これクリアまではね。そう、モンハンワールドはもうクリアしてからがね、こう本番みたいな、そんな感じですね、これゲームは。で、今日はですね、モッドなんですけど、皆さんもこのモッド知ってますかね。ヘックスズアジャステッドデコレーションドロップレート、まあ日本語に直訳しますと、ヘックスさんが、調整した、装飾品の、ドロップ率ですね。いわゆるあの弾ですね、弾がね、ね、まあこの装飾品ですか、これですね、装飾品の、ドロップ率が上がるっていうモッドらしいんですけど、いわゆるこれですね、これね、この弾、どれぐらいね、ドロップ率が上がるかはね、モッドの、詳細ページからね、あのリンクで、飛ばせると、飛んだところにあの見れるんで、まあ、あの興味があれば見ていただきたいんですけどもちょっと今のところね、すごいレアってものが出てないんですけど、自分もね、まあ、上位に上がってからこのモッドを入れて、まあほぼ狩りでは毎回、ね、ドロップはするんですけど、まあね、未鑑定で鑑定して、まあ、そこまですごいレアっていうのはちょっとまだ出てないんですけどね、まあ、あ、そうそう、ちょうどねクエストでね、今あのイベントクエストでしたっけ、これドドド三兄弟、まあ、これね、あれ確かあのレアの装飾品もね、出るから、ちょっとこれやってみましょうかね、これ、まあ、とりあえず一人、とりあえずちょっとね、チケットは使わずに一回やってみましょうか、これ、ね、果たして出るかどうか、アイテムをとりあえず持ってって、ちょっとね行ってみましょうかね、これね、ねえ、レアが出るか、まずは本当に邪魔だよ、もう
あ、外した。まひったな。あ、1個出ましたね、光る玉。じゃあこれが一体何になるか。さあ、せーの、ボン。お、あ、これはありがたい。これはいいね。これはありがたい。増弾種。結構まだね、これ1回しかやってないからね、これ。で、結局、まあ、今ね、集まった弾が
対読種、対魔種、対列種、対力種、対水種、対氷種、対雷種、対流種、火炎種、流水種、氷結種、破流種で、達人種が1個、宝種種、無色種、有害種、広域ですね、これ、爆死、加護、潜伏、標本、整備、対象。今ね、これね、対象種、これね、1個しかないからね、ちょっとまだバルハザー君のとこ行けないかな、ちょっときついな、あれ、これがあと2つないと。全部でね、これちょっと3つ欲しいな、これは。で、攻撃種、これはね、ほら、クエスト進めていくとね、確か武器屋のおっちゃんがなんかからね、もらえるやつだからね、ほんと、これなんかね、ドロップしたの見たことないよ、これ。耐火種と、耐震種、通撃。これ弱点特攻ね。で、今出た増弾種、あと無撃、これもね、ありがたいね、地味に。どうなんだろうね、これ。まあ見た感じね、そんなにね、すごいレアってものはまだそんな出てませんけど、これからもね、モンスターハンターワールド、時間があったらまた続けていきたいと思います。とりあえずね、ちょっと今ね、もうさっさと早くちょっとゼノジーバ倒してね、ちょっとクリアし、しないとね、もうなかなかね、ちょっといろんなコンテンツで遊べないんで、やっていきたいと思います。それではまた皆さん、次回、お会いしましょう。良きハンターライフを。それでは、アザラシマニアのやけくそハンターライフ、これで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、失礼します。